4月間かな、桜の葉がいっぱい咲いてたね、当時。この上にね、古墳があるんですよ、これ。で、どっかにね、看板があったんだけどね、どこだったんやろね。ああ、こんな感じだよね。これね、これ。はい。二つあったんかね、これ。1号墳、2号墳、3号墳、4号墳どこ行った？1、2、3。これじゃわからんな、これ、さっぱり。この辺が2号墳ですよ。ちょっと1号墳、ここ1号墳ですね。1号墳。ここ1号墳ですね。で、この辺が2号墳です、2号墳。で、3号墳っていうのはこの山のてっぺん辺、あの辺が3号墳。こんな感じかな。これですね。何も残ってませんわ。何も残ってないからね。火も何もなかったら分からへんな、これな。これじゃ。何もいないな。ここにね、おお、今日池の上すごいよ、これ。カラスが、カラスが、カラスさんが何を狙っとんかね。とにかく公園カラスが多いんですよね。お、なんか狙ってる。おお、なんか取ってる。何取った？何取った？逃げがてやんか。今日はおりますか？あら、一匹おらんね。これ全然見当たらんわ。あ、おるおる、おるんやけどね、あの、下残ってる。あ、よくおんねや、そこ。あ、見えんな、これじゃ、画面では。目視はできるんだけどね、そこにいっぱいおんねんけど、そこに。これ、1、2、3、4、5。魚影、あ、6。ああ、魚影は見えないけどね。見えやな、これ。見えるか、これ。ちっちゃい魚もいっぱいおんねんけど、そこ、これ。なんだろう、その魚。ほら、ここは見えるか、これ。これ、ほら、大きいやつ。これ、なんだ、これ。ちょっと上がってきてくれよ。上がってきてくれんかね。あら、大きいよ。はい。7、8センチあるんちゃうかね。大きさとして大きいやん、これ。この大きさやから。60センチと70センチぐらいね。いつもね、魚影見えんだけど、なんでやろな、これ。あ、濁ってんのかな。水がちょっとね、この下まで入ってくるから水が少ないんだな。これ、これ、これ、わかる、これ、この大きさ、これ。これで60センチ、70センチぐらいかもしれない、これ。まあ、10匹以上は見えんだけどね、上がってきてくれへんな。はいはい、こういうことやっとる場合じゃないね。古墳に行かなきゃ、古墳、古墳。はい。ここに水が入ってないよな。だいぶ、ずいぶん水落ちてる。カモが。カモが庭さんもおるけど。ずいぶん水が減ってますよ、水がね。この土は、粘土土やな。はい、今からはね、前方公園見ますよ。まず一本山古墳から、一本松古墳から行こうか。
さあ、見えてきましたね。前方後円墳でございます。一歩松君、先にどうしよう。滑り山君から行こうか。こちら。